岡ー古墳は奈良県吉野郡下市町町町賀にある古墳。形状は円墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良県南部、吉野地方の吉野川南岸の丘陵を根取ったんぶに築造された古墳である。これまでに洞窟にあっているほか、1964年に発掘調査が実施されている。墳形は円形で直径18メートル。 高さ4.5メートルを測る。紛球表面では、結晶変岩の割り石を主とする吹き石が認められるが、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、正方に開口し、内部には、組合式箱型石棺が据えられた。石室に石棚を付すなど、木の川下流域に多い岩橋型石室の特徴を示す。 副装品として、近藤を流関東、祖関東は近藤層クロールし大東、金管、ガラス玉などが検出され、特に祖関東がラクロールした地関東部の唐草文様は日本最古の例になるとして注目される。このオカポー古墳は古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。奈良県内では石田付石室の最初の確認例で、 木の川下流域の豪族の騎士の影響が当地まで及ぶ様子を示唆する古墳になる。古墳域は1966年に奈良県指定史跡に指定されている。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で正方に開口する。石室規模は次の通り。石室は結晶片岩の小口積みにより構築され、天井には銅岩の巨石が用いられる。 原質奥壁の高さ1.4メートルに石棚を付し、原質前道部が存在するという、木の川下流域の岩橋仙塚古墳群などに見られる、石室の特徴を示す。奈良県内で石棚を付す石室は、本古墳の他巻が、峰古墳、三里古墳の計算例のみになる。石室の専門は、小石積もる、前道は、遺体紙で封じられたと見られる。石室内には、 石棚下に、組合式箱型石棺が据えられた。石棺は、長さ1.65メートル、幅0.64メートル、深さ0.50メートルを測る。また、遺物の状況によれば、さらに2体の埋葬が推定される。古墳からの主な出土品は次の通り。以上のうち、特に素関東ガラクロウル漆立ちの関東部には、 唐草文様が増元されており、法隆寺の平河原から半世紀遡る日本最古の唐草文様として注目される。石田名城からは鉄属4点、末木月豚が検出されている。ありがとうございます。